こんにちは、億万長者合宿をご覧の皆様、そして吉谷さん、未来の資産を作るっていうね、未来の検索、これいいですね。私もね、これを意識しないでもないんですよ。まあ YouTube でなんですけども、実はですね、3月31日にアップロードした億万長者合宿リメンバーの動画の中で696話ですよね、山本太郎とトイレットペーパー品切れという動画を出したのがあるんですよね。あ、これ2月29日のアップロードでした、すいません。あれから10日ほど経ちましたよね。あれから10日ほど経って、こちら再生数が1478回回ってるんですよね。で、億万長者合宿の動画っていうのは、まあ1再生を目当てに、吉田さんと私のやり取りなんでね、1再生あればいいなと思ってやってるんですけども、まあものによってはですね、こうやって1000倍以上の効果を生む、1500倍ぐらいの効果を生むんですよね。1人に当てた動画が1500人に見られているというね。で、コメントも14件寄せられてるんですよ。まあ、全てにコメントね、返信させていただいたんですけども、やっぱり山本太郎さんに興味がある方が私の動画にたどり着いて、しかも山本太郎とトイレットペーパー品切れですよこの動画にたどり着いて再生してみたら私が喋ってるんですよね。で、私が喋っての最後まで聞いてコメントしてくださってるんですよ。で、これもだからね、山本太郎さんが政治家を続けたり、これからもしかしたら与党になってね、総理大臣になるかもしれません。現野党をまとめて看板に立つのが山本太郎さんになるかなと私は思うんですけども、まあ、そういう中でね、どんどんこれから山本太郎が検索されていく回数は増えるだろうなと思ってるんですよ。まあ、これも十分ね、まあ、未来検索なのかなと思いますし、それからね、文字ですよね。最近ノートってのが出てきたでしょ、ノートってやつが。で、ノートってやつをやるとすごくね、ビジネス活動ってしやすいんですよ。で、私も記事を2つ書いたんですけども、記事2つ書いて、大した工夫もなくただ書いただけなんですけども、早速ですね、アクセスがあるんですよね。思うにノートっていう分野はできたばっかりで、参加者も少ないし、その中でノートに新しく参加する方っていうのが、まあ数少ないソースの中から自分に興味があるのって探した時に、多分私のテーマっていうのはね、まだ他にアクセスが分散する前のものだったんでしょうね。私の情報ぐらいしかないからアクセスが取れてきたっていうことなのかなと思います。要するに先行者利益です、これは。早く始めればやっぱり目立つということがあります。と同時にデメリットもあります。早くやりすぎると誰にも見られない、その業界に参入すらされないってこともあって、参入されないままそのまま終わりってこともあります。実はね、地上波デジタル放送の前にアクトビラっていうのがあったんですよ。これご存知の方あまりないと思います。アクトビラっていうことで、テレビの放送枠をね、3000円で買い取りませんかっていう話があったんですよ。で、その放送枠が将来大きな資産になるんではないかなと思って、私ね、一口買ってたんですけども、結局その話も消えていきました。参入して挑戦したけどダメだったって例なんですよ。まあこれがね、投資なんだろうなと思います。そして私たちの人生一日一日もそのまま投資です。現在私はですね、 FX はそこそこ勝てるようになりました。負けることはまあなくなりました。でも3年前の今頃でしたかね、 FX を始めた頃は千里の道も一歩っていう気持ちで始めたんですよ。3年後は FX で勝てるようになりたいなと、そのために1000日を費やすつもりだと思ったんですよ。そして3年経ちましたね。私の目論見通り、3年後には FX のトレーダーになってます。そうですよ、3年かけましたけどもね。ただ逆に言うと、3年間じっくりやればいいっていう気持ちにもなりました。やっぱりね、3ヶ月でとかは無理ですね。私の力量では少なくとも無理です。3ヶ月で FX で勝てるようになる人ってのは、それまでにビジネスも楽々勝ってると思いますので、多分私みたいにはなってないと思います。いやいや、私もね、ネットビジネス参入して結構順調にいったと思うんですよ。そのセンスを持ってしても FX は攻略しがたいものだった。おそらくアフィリエイト、 YouTube、 転売、その他のネットビジネスの全てにおいて凌駕して、 FX は一番密度と時間が必要だったと思います。一番難しいものですよね。で、今回ね、改めて思います。投資は、FX はビジネスみたいに甘くないなと思いましたね。いや、どちらにしてもね、未来のために私たちは資産を築く部分があるんだなと思います。その日限りの、その日だけで自転車操業してたら、10年後はまた10年後、その日のためにやんなくちゃいけません。10年後はですね、ぜひね、今日やったことの効果が10年先に出るような、そんな一日もあっていいのかなと思いました。吉谷さんの活動ね、素晴らしいと思いますよ。それでは本日は以上です。